KDDI 茨城衛星通信センター32メートルパラボラアンテナ KDDI 茨城衛星通信センターは茨城県高萩市及び日立市にかけて開設されていた KDDI の衛星通信施設であった国際電信電話が1963年11月20日に衛星通信の実用化へ向けた実験施設茨城宇宙通信実験所として開所した 開所直後の11月23日にアメリカ航空宇宙局の通信衛星リレー1号を使用して日米間でテレビ放送の衛星中継実験が初めて行われた際に届いたジョン・カイ・ケネディ大統領が暗殺されたニュース映像を受信した日本の衛星通信発祥の地とも通称される百六十五年十一月に茨城衛星通信所と会称され 1966年12月からインテルサット太平洋衛星向け地球局として運用を開始した。インド洋上の静止衛星を介してヨーロッパアフリカ、西アジア向けの衛星通信を可能にした山口衛星通信所が1969年5月に解消すると共に日本の国際衛星通信の機関を担った。2002年8月に 茨城衛星通信センターと解消されたが、現地や建物の表記は、KDDI 茨城衛星通信所であった。小規模な展示施設、衛星通信館は、日中に随時見学が可能で、敷地内は300本のソメイヨシノが植樹されて、花見の来訪客も多かった。大容量高ファイバー海底ケーブルの普及につれて、衛星通信は、 海底線の保管が主務となると、KDDI は衛星通信所の機能を山口衛星通信センターへ集約し、受信可能範囲が太平洋に限定される茨城衛星通信センターは2007年3月16日に閉所された。閉所直前に日本アマチュア無線連盟が運用を終了した32メートルパラボラアンテナ1機を借り上げ、月面反射通信する。 ビッグディッシュプロジェクトを催した。施設跡地は高萩市及び日立市に無症状とされ、高萩市側は高萩市衛星通信記念公園が桜宇宙公園と相称されるなど変わらずに花見客が訪れる。2基の32メートルパラボラアンテナは国立天文台茨城観測局と茨城大学宇宙科学教育研究センターが 電波望遠鏡として活用している。2009年11月23日に、初の太平洋横断衛星テレビジョン伝送シグナル、ビアサテライト1963に関して、IEE、e、マイルストーンに認定された。茨城物知り、博士、茨城は、日本の衛星通信発祥の地。ありがとうございます。